ねえねえ、前回ピクミンの4コマの中でも、特に面白くて小ネタ満載の回を紹介してくれたじゃない？あれ以外にも面白回はあるの？もちろんだぜ。高橋紀乃先生が描くピクミン4コマは、すべてが神回だからな。というわけで今回はピクミンガーデンで連載されていた、4コマ漫画の中でも面白すぎた回を、12個厳選して紹介するぜ。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。最初に紹介する4コマは一部で大人気だぜ。最近日本ではジブリのテーマパークができたり、USJ の中にマリオエリアができたりと様々なテーマパークが登場しているが、私たちが求めるテーマパークはただ一つ。ピクミンのテーマパークだ。ピクミンの舞台をモチーフにした建物にジェットコースター。たまらないわね。だろ？そしてこの思いを抱いているのは私たちだけでないようだ。この回では動物愛好家のダルメッシュが、沼すすりをモチーフにした巾着を紹介しているぜ。これ欲しい。お口をキュッとできるのね。さらにクイーンチャッピー型のネックピローも紹介しているな。こちらはもちもちボディで首をしっかり支え、疲れを踏みつぶし、じゃなくて吹き飛ばしてくれるようだ。踏みつぶしちゃダメでしょ。でもグッズなんて作ってどうしたのかしら？どうやらダルメッシュは、一番星の隠れ家のテーマパーク化に伴い、グッズ案を発表しているようだぜ。この素晴らしい案には不動産会社の社長チャウチは賛同し、お宝鑑定家のシュナウズもうっとりとしているな。私もこの会に参加したいわ。ただ主人公曰く、今回はピクミンのテーマパークの話なので、原生生物だけでなくピクミンのグッズも紹介してほしいとのことだ。その後ろでは紹介してもらえなくて寂しかったのか、しょんぼりする赤ピクミンの姿があったぜ。ああかわいそうに。でもピクミンのグッズは数あれど、原生生物のグッズってあまりないからね。クイーンチャッピー型のネックピロー販売希望です。次に紹介するのは無限の可能性だぜ。ピクミン4には音が鳴る思い出のメカニックハーブや、蓋が開く固い約束などアクションのあるお宝が存在する。どれもユニークでクスッとするわよね。そうだな。そしてこの回でも動くお宝が登場しているぜ。そのお宝というのが私たちには、一昔前のマウスにしか見えない想像のしもべだ。懐かしい色合い。でもこのお宝動いたかしら？いや、原作では動かなかったが4コマでは動き回っているな。それを見て驚く主人公だが中の玉が外されていることから、ピクミンが入っていると推察するぜ。しかし、出てきたのはピクミンではなく大量の卵虫だった。うわぁ。その様子はもはやホラーそのもの。近くにいた赤ピクミンは逃げ回り、主人公はあまりの衝撃に呆然としていたぜ。こんなもんトラウマ確定だわ。続いては大物ゲットだぜ。ストーリー内で遊べる段取りチャレンジは、制限時間内にお宝と原生生物を回収したスコアで、段取りの良さを試す遊びだ。リプレイ性が高くてつい何回も遊んじゃうのよね。もっといいスコアを目指したくなるよな。そんな段取りチャレンジだがピクミンは、地上から連れて行くことができずチャレンジ内で増やす必要がある。しかし冷静に考えるとそこにいるピクミンは、一体どこからやってきたのか気にならないか？確かに、葉っぱ人が連れてきたのかしら？私もそう思っていたがこの回に出てくる葉っぱ人曰く、仲間にできるピクミンたちは野生のピクミンで、葉っぱ人が集めたわけではないとのことだ。野生のピクミンだったのね。ではどうやって集めたのか主人公が聞くと、ピクミンはエキスのある場所に寄ってくるので、エキスを置くだけだと集まるようだ。そこで主人公はエキスを設置しまだ隠れているかもしれないピクミンに、出てきてもらおうとするが、出てきたのは葉っぱ人だったぜ。チューチュー吸ってる。ああ。チューチュージュルジュル吸う葉っぱ人たち。その後ろ姿はなんとも不気味だったぜ。お次はその頃ミウリンはを紹介するぜ。ミウリンといえば捕食行動をせず植物を自ら育てて食料にしている。機能の高い原生生物だ。ピクミンを見つけても埋めるだけで捕食はしてこないぜ。おとなしい生物なのよね。ああ、そのため3色しじみが止まっていることもあるんだが、この回では穏やかな雰囲気に包まれたミウリンが、近寄ってきたキシジミを突然捕まえ握りつぶし、エキスを埋まっているピクミンたちにかけ始めるんだぜ。いや怖。握りつぶしてるじゃない。まあピクミンたちを育てるためだから仕方ない気もするが、よく見ると埋まってるピクミンはすでに花が咲き切っているため、エキスをかける意味があるのかわからないぜ。潰してる時の目が怖すぎるわね。続いて紹介する回は内緒だよだ。この回では1コマ目からおならの部分という音が、響き渡るぜ。まさかのおならスタート。しかも色が青い。ああ、どうやら毒性を持つおならを放つおならしが出たようだ。主人公やピクミンは逃げ惑い花がいいおっちんは、完全にひっくり返ってしまったぜ。ただ肝心のおならし本体が見つからない。すぐ逃げちゃうからな。とおっちんを気遣う主人公だったが、どうやら犯人は白ピクミンだったようだ。ああ、まだわずかにヘが漏れ出てるわね。まさか白ピクミンはヘにも毒があるとはな。衝撃の事実と同時に赤面する白ピクミンが見れる。貴重な回だぜ。次の4コマは隊長のごまかしだ。ごまかしって、今度は隊員がおならしちゃったの？おならネタはもう終わってるぜ。この回では宇宙服の色を、電気で自由に変えられることを知った主人公に、シェパード隊長がこんなこともできるんだぞ、と、宇宙服を黄色のブチ模様というオッチンとお揃いにしてみせるぜ。かわいい。模様も自由に変えられるのね。ただ、どうやら隊長は戻し方がわからないようで、それをバレないよう隊員全員の制服の色を、オッチンカラーに変えてしまったぜ。いやコリーに速攻でバレてるじゃない。かわいいからそのままでもいいけどね。続いては葉っぱ人生活を紹介するぜ。毛むくじゃらな見た目で段取りに異常なほどの、こだわりを示す葉っぱ人だが彼らが普段どんな生活をしているか、気になったことはないか？あるある。段取り以外もしてるのかしら？そこをネタにしているのがこの回だ。主人公が救助されるまでどう過ごしていたか、葉っぱ人に聞いてみると平日は一日中段取りをしているが、休日はエキスを囲んで葉っぱ仲間で語らい合ったり、横断たちでリバーシ大会をしたり、リバーシ大会、アメボーズレースを観戦しているようだ。アメボーズレース、何それ私も見たいんだけど、というかめちゃくちゃ満喫してるじゃない。すげえ楽しそうだよな。次回のアメボーズレースは私もぜひ観戦したいんだぜ。アメボーズがゼッケンつけてるのシュールすぎない？お次はチャッピー侵入禁止看板だ。ある日コリーが整備のついでにシャレで、チャッピー侵入禁止の看板を立てるぜ。おお、さすがに効果はなさそうだけどデザインは可愛いわね。ただ、その後チャッピーが看板を見つけると、奥に進まず来た道を帰っていったんだ。え？まさか効果があったの？同じようにコリーも驚いていたが当然そんなわけもなく、いつの間にか大量のチャッピーが集まっていた。どうやら自分たちが描かれているものが珍しいようで、一種の観光名所になっていたぜ。興味津々じゃない。みんなガン見しているのが面白いわね。続いてはピクミンの4コマおなじみあの要素が入った。ということはだぜ。あの要素？この回では羽ピクミンや赤ピクミンさらには光ピクミンたちが、協力してトランプタワーを完成させたぜ。すごい。大作じゃない。しかし、どうやらバランスよくトランプを重ねたわけではなく、ピクミンの分泌液でくっつけていたんだ。出たピクミンの分泌液。ということは、その通り、分泌液を舐めるとピクミンの風味が感じられるため、分泌液が大好きなチャッピーが速攻で現れ、トランプタワーをなぎ倒してしまったぜ。登場が早い。もう分泌液とチャッピーは切っても切れない組み合わせなのね。次に紹介するのは鳴き声だぜ。ピクミン4に登場するマップの一つと小なぎの浜辺は、夏にぴったりな浜辺が舞台だ。青い空に青い海そして様々な生物たちの声がこだまするぜ。セミの鳴き声は夏の風物詩よね。だがこの回ではやたら近い場所から、セミの鳴き声らしき音が聞こえてくるんだ。不審に思った主人公が周りを調べてみると、なぜか木の棒にくっついた岩ピクミンが、ニンニンと鳴きまくっていたぜ。何してんの？これには思わずひっくり返る主人公。なかなか木から離れない岩ピクミンを引っ張るが、その後ろではなぜか葉っぱ人が、段取り、段取りという謎の鳴き声を発していたぜ。それ本当に鳴き声かしら？続けて紹介するのは理想の起こされ方だ。この回では敵にやられたのか主人公がダウンするとこから始まるぜ。だがどうやら主人公はオッチンに起こしてもらうのが、理想の起こされ方のようで少しテンションが上がっているな。確かにオッチンに舐めて起こされるなんて羨ましいわね。そんなことを考えていたら遠くから足音が聞こえ始めた。そして身体を舐められる主人公だが、舐めている。というか下で叩いているのはペロチャッピーで、その後ベロロロロと舐めまくっているのは、大王でメマダラだったぜ。いやいや、もう食べられる寸前じゃない。これはさすがのオッチンも焦りまくり、もうダッシュで近寄ってきたな。これだけやられて気づかない主人公も主人公ね。最後に紹介するのは恐怖の4コマ。ゴールデンな夢だぜ。ある日オリマーは社長のドルフィン号が、金色になる夢を見るんだ。夢じゃなくてピクミン2で実際に起きる出来事ね。心配するモスに大丈夫大丈夫と、言わんばかりのオリマーだったがふと横を見ると、夢に出ていた金色のドルフィン号がなぜかそこにあったんだぜ。いや、これ本当にドルフィン号？そう。金色のドルフィン号が本作に登場するわけがなく、その正体はピクミン3のラスボスでオリマーのストーカー、雨入道だったんだ。また出てきた。走り方怖すぎるんだけど、腕をフリフリしてるのがなんとも不気味だよな。これには主人公含め赤ピクミンモス、そしてルーイの全員が、全力で逃げまくっていたぜ。あ、悪夢だわ。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。それじゃあ、またね。